昨年から今年にかけて大活躍です。インスタグラムを中心に SNS や YouTube で人気沸騰中、研ナオコさんです。大御所、すごい大御所、本当に大御所。やめろ大御所言うの。やめろ、ただ長いだけだわ。続いては YouTube、インスタでメイク動画が大バズり、ティーンからも絶大な支持を得る芸能界の大ベテラン、研ナオコさん。久しぶりなんですか。そう、いつぶりですか。全然分かんない。私の記憶の中は、うん、昔一番最初の奥さんたちと一緒にスキーに行ったことがすごく鮮明に覚えて、それだけ、うん、みんなで、うん、あとはあの多分番組一緒やったと思うんですけど、アンディーズで歌歌ったの覚えてます？あ、バックコーラスやってくれましたよね。あと私あのサックス、はい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 、そのためにサックス買って練習したの、うん、あれが20年くらい前じゃあそれ以来会ってないんだもん。本当ですか、うん、下手すると、はあ、ここ数年とかの話じゃないんですね、うん、20年すごい、相当久しぶりなんですね。そう、確かあんまり見たことないかもしれない。確かにこのツーショット、うん、そうでしょう、はい、酒井さんがお元気な頃はよく飲んでましたけどそうね、今あのねちょっと草花の会がこうやって見てると思うんですよ先生よね、先生は先生そういうジョークができると2人ぐらいですもんね。こっちは笑うことも怖いですけど笑っていいのよ。いいですね、いいの、いいの、緊張しちゃったよね今のねいいんですか。さあ、でもケンさんが本当にもう今 YouTube、はい、すごい人気なんですね。若者にすごいです。インスタグラムもそうですけど、そうすごいですね。僕見ましたよ、私も見ましたよ。ちゃんとチェックしなきゃいけないと思って。そうです、いいよ。いきなりすっぴんだえ、すっぴん出しちゃうんですかみたいな、そっから永遠こうやっていく、あのお化粧のやつで何百万再生とかすごい。そうなんでだろうね。あれは誰がやろうって。あ、暇だったのよ、はい、コロナで、はい、仕事がバーッ全部なくなっちゃって、はい、暇でしょうがないから、はい、たまには化粧でもするかっつって、はい、撮りますっつって最初早送りのやつやったら、はいはい、もっとゆっくりなの見たいですっていうコメントがいっぱい来て、はい、じゃあゆっくりバージョン撮ろうかって普通段階を踏んでアップしたらボン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 まずびっくりしたのがおでこ出した時のおでこ広いな直子さん広いよあれは僕らさすがに見たことがなかったんで、そっか、直子さんこんなおでこ、まあ言ったらデコさん、うん、デコさんなんだって。そう頭いいのだから頭いいのおでこでイルカと一緒でそういう風に思わないと生きていけないじゃないすっぴんは見慣れてたんですか。いや、すっぴんなんて見たことないですよ俺ら。そうね、仕事の帰りにみんなでバーって食事したりとかそういうのもね、うん、衝撃的ですよ。だって直子さんのすっぴん見れるなんてYouTube すげーなーって、何でもありになってんだって思って何でもあるよ。そしてですね、インスタグラムの運命シリーズというケンさんが食べ物を頬張る写真、これがすごい好評なんですよ。これはね、運命食べる瞬間を、うん、やだなんすかこれ、なんでこんな、何を飲んでんですか。これ多分タピオカかな。タピオカっぽいですね、うん。ナオコさんすいません、笑わそうとしてるんじゃないのしてないしてない、一生懸命じゃ必死に食べようとしてるでしょ。これふざけてないですか。ふざけてないよ言葉気をつけてみちょぱふざけてないよみちょぱ。これ逆再生でもないですよね。違う ケンさんが目を出してるとこじゃないんですよ。出してない、吸ってんのよ。吸ってんの これひどいわ、やめろもっとあとそのアグレッシブとかね、そういうのいろんなね、いい声があるよね。はい、
じゃせるの。まあみちょぱはいいけど。これはちなみに誰が撮ってるんですか。これね、うちのマネージャーもう23年ぐらい一緒に住んでるんですよ、うん、で何か食べ始めるとカシャカシャッと思うの。もうシャッターチャンス。だから気抜けないんだよね。ていうかゆっくり食べれないもの。確かに。これは笑かそうとしてるんでしょ。いやだからしてないって。してないって。ちょっと笑いすぎて泣いちゃってんじゃん。ちょっと大好きですもん。でも若い子これすごい好きなんですって。いや、やっぱこんなにさらけ出すのってなかなかやっぱできないですから。ケイさん、さらけ出してるんですか、すべてを。さらけ出すっていうか、普通だから。日常ですもんね。そうですよね、失礼しました。うん、そうなのよ。普通でしたね。そんな、すごいものを見せてるって気持ちはないんです、ケイさん。ないんだけど、見てる人にとってはすごいものだと思ってる。そうですね。いろいろコメントとか見たりするんですか。うん、する。そうそう、もう大好きとかって言われちゃう。うん、そうそう、直子さん自体どんな感じなんですか。ああ、そうなんだ。ああ、そうなんだ。うん、ちょっとやっぱ嬉しかったりするんですか。まあ褒められてるからね、うん、大好きって言われたりとか。うん。うん、例えばメイクのさっきのやつだったら、うん、あ、こうやってやるんですね。私も参考にしてみますとか、そういう。あ、そう、そういうコメントも入ってる。でも私のは参考にならないからね。なんで？だって普通のメイクじゃないもん。何メイクだよ、なおさん。化け物メイク。変身と言いますか。でもこれが今ね、ありますけども。すごいですよ、メイクがお上手。いい意味で、いい意味で。じゃあ、まあ、さっきからね、ちょいちょい来るよ。いい意味です。気づいてるよ、ケンさんは。ちょいちょい来るよ。ちょいちょい来る。いい意味でです。まあ、そういうとこは好きだけど。ありがとうございます。ケンさんにはよくしていただいて。LINE も交換してくるんで、実は。そうなんです。あ、そんな仲なんだ、みたいな。大好きなんです。あ、そうなんですね。ありがとうございます。だからグイグイ言うのね。そうだね。それもちょっとびっくりした。やばくねえか、お笑いで。裏にはお前田辺さんいるんだぞみたいな。やばくねえかみたいな。だって健さんの写真見た瞬間にこれ笑かそうとしてるんですよね。あ、でもこれすごいですよね、本当に。でもやっぱすっぴんが綺麗とかって常にケアしてるわけでしょ。してない。あ、全然 やらないんですか、何にも。どういう顔なんだろう。確実に面倒くさいって感じなんだよ。でもそんな面倒くさがり屋さんなのに、このインスタの更新とか結構されるじゃないですか。それは面倒くさくないんですか。お好きなんですよ。暇なんだね。暇じゃないでしょ、あんだけの頻度出せるぐらいって。まあ暇じゃないね。そうですよね。思い出してみたら、そういえば不思議な会話。今朝どうですか、今年なんかこう印象に残ったこととかってあります。今振り返ってるんですけど。印象に残ったこと、はい、ない。終了。さすがです。はい、大御所のように。これやね、もう許されず、はい、ないんだもん。いいんです、それで。でもツアーとかコンサートとかちゃんときっちりまた歌ってるわけでしょ。あのね、梅沢さんと一緒に、うん、あの舞台やって卒業を歌ってる、うん、前五郎さんと結構やってましたよね。めんどくさいからやめた。そんな理由で。めんどくさいからやめた。あの人めんどくさいじゃん。今岩崎宏美さんからかとやってますよね。そう、私がほらもう嫌だからあっち捕まえたんじゃない。そんな話すごいですね。それで今梅沢富美男さんとやってるんですか。やってんの。立派お客さん来てくれるの。そう、うん、おじいちゃんおばあちゃんから若い人まで、うん、お芝居やって歌やって、うん、で私はそれだけなんだけど、梅沢さんはもう女方で踊るんですよ、うん、もう綺麗綺麗、舞踊ショーが最高。すごいんだ梅沢さんも。富男はすごいよ。富男は変態だしね。掘り下げていいんですかね。変態ですか、あの方は。変態です。どういった時に変態だなって感じるんですか。